った。セカンドの左、取った。一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ましたが、ホークス得点には至りませんでした。4回終了、2対1。ホークスが1点をリードしています。里崎さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんですか？まずは先頭バッターを出さないように注意して、引っ張った。これはファーストライナー。打順は1番に帰ります。バッター西川、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ミランダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはホークスがミランダ、そしてファイターズが上原、この2人の投げ合いとなっています。アウトコースのチェンジアップ、ボール先行です。これが3球目。低め、落ちるボール決まりました。アウトコース打ちました。これはショートライナー。バッターは2番太田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ファウルになります。インサイド落ちました。これは破りました。センター前、太田、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあコースも悪くないんですけど、うまく打たれたって感じでしょうね。打順は3番近藤。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目打ちました。外野ヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう近藤。今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー三塁一塁。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。まあこれはいいバッティングされましたね。さあホークス、ピンチを迎えています。まあ一発が怖いバッターなんで、そのあたりバッテリーも警戒してくるでしょうね。そうですよね。打ち上げた、掴んでスリーアウト。追いつくことはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、ホークスが1点差を守っています。赤星さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？まあ見ていて両投手の緊張感が伝わってきますし、いい展開でここまで来てるんじゃないですかね。そうですね。このまま勝ちにつなげることができるんでしょうか。変化球が低めに外れます。これもファウル。またファウル。ここもファウルです。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。打順はトップに帰って川島。坂
先ほどの打席でヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。初球変化球は空振りです。バッターよく見ました。チェンジアップは入りません。この球は外れています。外に決まりました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。これが6球目。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。2アウトです。打席には2番バッター釜本。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。2アウトになっています。打ちました、流しました。ライン際に打球が飛んでいる。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。釜本、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー二塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。さあホークス、追加点のチャンスを迎えています。ここで中押しできればさらに試合を優位に進められますからね。なるほど、そうですね。まあ彼は左右にホームランが打てるバッターですから、相手バッテリーは相当警戒してくるでしょうね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。今のは絶好球でしたけどね。はい、ここは集中を切らさないようにしていきたいところ。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。内に持ってきました。フルカウントです。見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。攻めきれませんでした。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。5回終わって2対1、ホークスが1点をリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏にランナーを置いて力のこもったボールで三振に切って取ります。先制を許しません。ランナーセカンドに背負って、しかし内野ゴロに仕留めます。先制のピンチをしのぎます。2回の攻撃、得点圏には先制のランナー8番清水、その初球をしっかり弾き返します。ホークス先制点を奪われます。しかしホークスすぐさま反撃。ランナー1人を置いて6番内川、このホームランホークス一振りで逆転。3回の表、ランナー3塁のピンチだったんですが、ここはピッチャー三振に切って取ります。同点のピンチをしのぎます。4回の表、このピンチの場面外野フライに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。
5回の表ピンチの場面だったんですが、しかしここは内野フライに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックスには指名打者のワン・ボーロン。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ホークス1点リードで迎える6回です。外外れてボール。ストライクになります。ワンボールツーストライク。高めのボール、これはどうだ。センターに抜けました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。いやー、コースは良かったんですけどね。ホークス、ここでピッチャーが変わります。ホークスベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、ミランダここで降板です。さあ、同点のランナーを一塁に背負います。バッターは渡辺。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。この球は落としましたが決まりません。バントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。さあ、一塁に同点のランナーを許しています。バッターボックスには平沼。ここはバントも警戒はしておきたいですね。はい。さあ、ここは送ってくるんでしょうか。高めに持ってきました。高め外れました。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。フェンス直撃。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。ここはうまく打たれてしまいました。これでランナー二塁三塁とされました。ちょっと慎重になりすぎましたかね。さあ、そしてバッターボックスには清水が入ります。さあ、得点圏には逆転のランナー。苦しい状況ですけど、できればリードを保ったまましのぎ切りたいですね。なるほど、そうですよね。まず際どいコースをついてきました。ここは三振を取りたいですよね。うちのボール打った。面白い当たりになった。さあ、同点のランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。清水きっちりと犠牲フライを決めました。ホークスなおもピンチが続きます。
間のシーンです。この犠牲フライで同点ということになりました。まあちょっとコースが甘かったかもしれませんね。ここで追いつかれました。犠牲フライでランナーが帰っています。バッターボックスには9番中島。ホークスこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。アウトコースへいい球が来ました。すぐに追い込みました。膝元へ曲げてきましたが外れます。